どうも、しょうれです。ドラゴンポーカー前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず前回、新しいルールを追加して、さらに、タカがガチャ引いて、なぜかペリドットが当たってしまうというね、えげつ演出が起きたわけですが、あと前スタジオ流石なかったんで、もうしないんですけど、僕が流石9個だけあるんでね。まあ、どうせだったらちょっと選抜で結構ね、新キャラが僕欲しいんですね。どれだったかな。このガルバンと、どこだったかな、これですね。暗殺教団、統領、ガルバン、かっこあり。まあ、かっこいい。これと、同じく出てきた、この、統領の右腕という、ニキータ。この二人とも、だいぶ強いらしいです。特にニキータは、かなりね、すごいアタッカーみたいで、4回攻撃で、さらに麻痺持ちというね、現在の赤の中では一番強いレベルなんじゃないかって言われるぐらい強いみたいです。で、このガルバンは、新しい能力の素早さを上げる効果を持ってる。ちょっと未知数なんですが、まあ3回攻撃持ってるんで、もう十分強いですね、その時点で。能力も高いんで、うん、高いですね。だからどっちが当たってもやばいということなんですけど、もう1回ずつ引こうかなと思ってます。どっちか当たれということで。当たれ。もう1回ずつは引けないんですよね。うん。もう仕方ない。お、当たっとるやん。おー、ニキータ。ニキータめっちゃ当たっとるやん。ニキータ。あー、ニキータ欲しい。クベート。あ、こいつクベートどんな能力なの？見てみよう。お、3回攻撃。お、マヒア。お、ニキータのなんか3回攻撃版ですね、クベート。お、強いな、確かに、クベート。強い、クベート。いやー。その前、ちょっと景気づけにちょっとレア素材がね、いっぱい引けるんでね、これでちょっとね、運を試しておこうと。10連、19連。フルか？お、まあ、まあ、SS ですか。これ SS 出る。出る出る。おー。おー。いや、姫フェアリー。おー。おい。おい。おい。もう一回、S。おー、いいね、いいね。結構いいぞ。いい感じ。もう悪くないぞ、今回。もう一回行こう。9巻。あー、また S か。まあ、スキルフェアリー来てほしいな。どうせやったら。経験値。ありがたいよな。うん、ありがたい。経験値か、スキルフェアリー。あー、こいつね。あー、こっちか。まあまあ、経験値も結構大事なんで、まあ、いいっちゃいいっすね。まあまあ、普通か。とりあえず、僕はね、水が、まあ、ガルバンが一番欲しいんで、根本的にはもう。だからとりあえず前座のニキータ狙いでレア引いってみたいと思います。これ来たらめっちゃ嬉しいやけどな。来たら嬉しいな。最初のバチバチ行くんやってマジで。逆にバチバチじゃない時からの SS も見たいけど。見てみたいな。うん、でもバチバチっていうの安定感はやばいよな。安心感、うん、半端ないもんな。タカみたいなこと起きんやろな、これ。どうや？あ、来い。ああ、もうくわあ、あー、こいつ知っとるわ。ボスおるやん、こいつ。ニキータとはほど遠い。うん。ニキータ終わった。ニキータの可能性ゼロ、消えた。ああ、まあ、これ SS 来い、消す来い。おー、なんかドラゴン。見たことない。見たことないぞ、こいつ。初めて見るな、これドラゴン。シーサーペント。おう。カムスキルか。ああ、弱いわ、古文スキルも。古文スキルがせめてカム 25% だったらね、使えてたんですけど、ちょっと微妙やな。くそ。流石ないな、欲しい。うん。ちなみに僕ね、今レベル53、結構ドラゴンポーカーはね、ガチでハマってるんで、もう結構3人とも結構ハマってるガチで、だからかなりやってるんですね。で、53レベルまで上がってて、レビアタン一応 SSS まで進化しました。トリプル S ですね。で、古文2人つけれるなって、かなり、まあまあ、優秀、強くなってます。古文はちなみに、この炎王と、腹ヘリパンダで、爪スキルレベル3とレベル4につけてるんで、威力がかなり上がってます。これつけてることによってね、ストレート以上の時に、威力に 35% アップするんで、だからまあ、かなりね、スキルやると強いです、今。で、シャルルもね、もうね、あとレベル2上がれば、強化できるんですよね。揃ってるんで、ちょっと今からレベル、もう上げたいと思います。多分もう揃ってるんですよ。いけるやん。うん、そうやね。そこなんや、タカさん。さっきゲットしたやん。ちょっと待って、あと2レベル上がるやろ、さすがに。上がる上がる。さっき手に入れた青の。そう、そうやね。あ、おる、肉。もう何でも上げよう、とりあえず。で、とりあえず待てよ。あら、青のやつどこ行った、あいつ。もうちょい、あし、おったおったおった。おったー、お、惜しい。もうちょっと。よし、これで、流石、5つ入るんで、確か。5つ入る。5つやん、ね。SSS。めちゃめちゃ入るな。やばいやろ。でも1回しかいけんだよな。もうちょっと。
あー、オッケー、ありがとうございます。やっとマックスやわ、こいつ。一番最初に合ってない、合ってた SS でプラスだったんですけど、ようやくね、来た、シャルルさん。シャルル進化。進化。コロシアムでのね、活躍ぶりはエグい、シャルル。こいつはね、コロシアムはね、かなりね、活躍してくれるんでね、重宝してるんですよね。うわ、すげえ。あー、次、ゴッド光っとる。欲しい。おー、めっちゃ欲しい。打属性か、こいつ。ゴッドでも買えるから、これ揃えたらいけるよな。そうやな。うん、ゴッド行きたいな。しかもこれ、もうすぐレベル60やから、古文解禁したら、2個つけれるからな。ちなみにデッキ今こんな感じですね。ファラオ、チッチ、ガーディアン、ラビ、ワニゲイター。まぁ、ちょっと森が弱いかな。うん、ランマル進化させたいところでちょっとないんで。まぁ、そんなことよりね。図鑑でしょ。図鑑で、火で、シャルルルしたらへんやな、シャルルは。おった。おった。おい、かっこいいな。おー、5個。じゃあ。うまし。お、全然違うな、なんか。豪華なったな、なんかめちゃくちゃ。髪の色変わった？うん。若干変わっとる。ってことは？いやー、引くしかないね。これは引くしかないね。引こうか。俺はやるよ。6個か！くそー。今だけなんとなくやけど、3回に1回引かしてほしいな。なんとなくなったか。え、どういうこと？ 3 個で1回引きたいってこと？そういうこと、そういうこと。おー、無理やろな。それがゆず聞いてくれよ。おー、やろう、バカやろう。それゆず聞いたら、くそ、頼むぞ。俺ほんまに控えんの痛いから、マジで。これな、最初なんやんな。逆転の光る、なるか。最初やねん。来い。水に引く。水引き。水引き来い。あれ、あ、押せてない。水引き来い。あー、もう見とった。あ、マイスさんがめっちゃ喜んどる。めっちゃ気持ち悪いかもしれんけど、マイスさん前でヘッドホンしながらめっちゃ気持ち悪いかもしれんけど気持ち悪いな。くそ、使えんな。せめて S にしてくれよ。くそ、今回の選抜はもう惨敗でしたね。まあ、タカが今回良かったかなと思います。次の選抜ね、期待したいと思いますね。次まだ多分ニキータとガルバンを引き継ぐんで、同じやつは2回来るらしいんで、だからまあ多分ガルバンに聞いたは次も残ってるはずなんで、そこでなんとかね、聞けたらなと思ってます。で、次なんですが、ガチャ動画じゃなくてコロシアム、3人で参戦したいと思います。初のコロシアム動画ですね、参戦したいと思います。というわけで今回の動画はこれで一旦終わります。ありがとうございました。バイバイ。